ほら、吸い込んでいける毛穴に、ほら。わかります？お客様に言っても、その実際見ないとわからないので、こういうふうなマイクロスコープテレビで見せて、実際の頭はこういうなんですよ。でもこんな風にガニアシャンプーとかトニックをすることで頭皮がこんな風に綺麗になりましたっていうのを実際に見せないとお客様は全然わからないと思います。こんにちは、長崎のヘアエンドフェイス美容室田島です。セブンツーの方から新しいガニアシアシャンプーが出たということで、これですね、これです。普通のシャンプーと違ってちょっと高かったけど、量も少なく済むし、そのボリュームも出るし、頭皮の匂いも消えるし、そういうとで一回使おうと見たらどうなんやろかね。